では今日は島田さんのカバンの中身紹介をお願いしたいと思います。カバンの中身、はい、やりましょう。一体何が入っているんでしょうか。じゃあまずそのカバンのポイントを教えてください。カバンのポイントずっと結構リュックなんですよね。リュック使ってて、何年か使ってんだろう、5年ぐらいリュックですけど、プラダのリュックを使ってます。これ2代目です。オーケスタントに2個目を買って、買ってきてもらいました。で、前のやつの方が結構でも使いやすかったよね。大きかったですね。なんか大きかったんですけど、今はちょっとちっちゃくなりました。でも結構リュックでいいのはやっぱり移動中楽だし、持ち運びもできるし、泊まりとかも使えるので、僕結構リュックは重宝してますね。なんか逆に前トートバッグ、トートバッグみたいなのあったんですけど、はい、結構使いにくくて、おすすめのプラダです。普通のナイロンなんですけど、ね、割と高いんだよね。パソコンも収納できますよね。パソコンも使えますよね。結構リストします。で、パソコンが普段使ってるやつないんですよ、これ。本当は僕ソニーのバイオなんですけど、今ちょっと壊れてて、結構壊すんだよね。なんでちょっと今違うやつを大体機で使ってます。あんまり物入れないと思います。多分イヤホン必需品ですね。耳につけないのでおすすめのやつなんですけど、これ Bluetooth で大体オンライン会議とかやるときにやるやつで、走ったりするときも耳塞がないので結構楽。ずっとイヤホンしてるときつくない？あんまり音も漏れないですよね、それ。あ、漏れない、全然漏れない。すごいいいですよね。大丈夫。なんかここの骨伝導で伝わってくるやつなんですけど、どこだろう。アフター高いんですか？いやでも1万5000円ぐらい。どうなんですか、高いですか？割と高いですね。高い系。これの黒とか、これもかっこいいですね。結構なくすんですよ、これですね。3代目ぐらい。はい、はい、あとは何が出てきますかね。よし、あとね、これやばいね、今日で。まさかのゲームソフトです。愛用のノート、スポーチ、財布出てきます。よいしょ。これはこのぐらいかな。どうです、表は。表やっぱ少ないですよね。嘘、少ないんだ、うん、1個ずついこうか。これはたまたま経営者の社長がゲームやるって言ったから一緒にやろうっつって なぜかボンバーマンを買うっていう。スイッチですか？スイッチを4人で、たまに今あれですね、外飲み行けないから、うん、家に来て一緒にボンバーマンとか、うん、この間やったのが桃鉄。桃鉄、はい、まだ全然開いてないっていう。入れてるだけみたいです。で、これ最近読んでる本なんですけど、起業家の勇気っていう、うん、で、なんとですね、1ヶ月前に買ったんですけど5ページしか読んでなくて。そういうこともあるんですね。最近の悩みが活字が読めない。え、読める？いや、島田さんあんなに本を読んでいらっしゃるので。え、なんか本読むんですけど、はい、最近なんか本当に入ってこなくなってきて、それ結構恐怖なんですよね。なんかスマホの的なことなんですかね。そう、多分スマホの小短文に慣れすぎて、うん、なんかこういう長文を読むっていうのはなんか能力として対応してるんだろうね、多分ね。それは結構ちょっと最近ピンチに感じてて、無理やり読もうと思ってちょっと読んでるってやつです。はい、でも本はやっぱ読んだ方がいいですよね。なんかこう本を読むと年収上がるみたいな法則もあって、うん、やっぱ読む人ほど、逆かもしれないけどね、年収高い人って本読んでるから、本読むほど年収上がったりとか、自分の成長につながるっていうのがあるんでしょうけど、ぜひ本は読んでください。気に入った本は何回も読むタイプですか？どうだろう、読みますね。なんか読み返すと新しい発見って結構、ありますよね。あの時はここは気づかなかったけど、今の自分のレベルだったらここがすごい気づきになるのとか、発見になるなみたいなのってやっぱあって、それってやっぱ自分のレベルが変わっていったり、アンテナの高さが変わっていったりするんで、結構同じ本とかでも何回も読んだ方がいいと思います。ノートまだ使ってて、会議中って本当スマホでずっとやるんですけど、なんかどうしてもこう図を使って説明していきたいとか、iPad とかでダーって書いてやればいいんだけど、意外とこう手書きの方が伝わる時とか、メモとか、なんか字汚いけど
もうとにかくイメージだけ書いてる感じっすよね。だと思って、で後で見返したりするんですけど、っていう感じで未だにノートはなんか使ってたりします。もう何百冊レベルですか。結構使ってますよね、ノート。ノートメモだけで使ってるね。本当なんか、iPad 買った方がいいなって最近思ってるんだけど、うん、いや壊しちゃうんで。いや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 、でもさ、使わなさそうだよね。なんかめんどくさくない？意外だと思います。さ、こうやって開いてパパって書けばさ、済んじゃうから、意外と iPad とかにもノートの方が楽なんじゃないかなと思います。あと島田さん、字が綺麗ですよね。おそう、そう言われたの、うん、思います。いつもそう思いますよ。ありがとうございます。ありがたい。あんま字を見せる機会が、確かに。そんなに、はい、で、こっちが後でですけど、まあ、ノート書くときは大体僕はこのペンを使って、あ、お気に入りがあるんですね。2つ見えるかな、うん、見えますか。見えます。モンブランのペンですね。あの、一応ボールペンといえばモンブランって言われてるので、あの、昔司法書士になった頃って100均のボールペンで良かったです。いまだに僕の一番いいなと思うのはジェットストリーム。私もです。あれめっちゃ書きやすい。無敵ですね。あれめっちゃいいんですけど、やっぱどうしてもこう司法書士とか経営者とかでなんかこう大事な契約があるじゃないですか。こう銀行からお金借りるとか不動産買うとか、なんかそういう時にこう、まあ、自分が当事者だったらいいんですけど、例えばこうお客様の立ち会いするのに100円のペンでとか、だって数億円の家を買おうとしてるのに100円のペン渡すって なんかちょっと嫌じゃない。説得力に欠けます、ね、だからやっぱりこうそういう ステータスって言わないんですけど、こうなんていうのかな、 TPO に応じて使い分けるって大事なんじゃないかなと教わって、一応モンブランっていうこう、ね、いいボールペンを使わせていただいておりますが。長く使ってるんですか。長いと思う。これも、どんくらいだろう。経営してからなんで、本当じゃあ結構です ね、珍しいよね。そうです、なくさずに。さずに。あ、でもね、何回か壊してる。壊してるなら、でもいいものは長く使える証拠ですね。8年ぐらい一緒にモンブランと使ってきたんですね。すごい。あとは財布ですね。歴史は、はい、財布の中はまあちょっと、はい、見せれないぐらいだと思うけど、一応なんかクレジットカードもそんなに多くなくて、法人用と個人のカード2枚ぐらい入れてる感じ。プラダです。これも年金入ってきたけど、白がちょっと汚めに。これも年金手帳とかパスポートとか、だいたい結構大事なものを常に。マイナンバーカードとか会員証とか、うん、この辺かな。銀行系の会員証とかね、いっぱい。あと印鑑とか入れてるやつですけど、なんか経営者になってから、昔は家のこうなんか保管するみたいな、え、今で保管してる？家でですか？うん、してます、してます。多分決まった場所に。多分経営者じゃない人ってそんな印鑑押すことないよね。ないです、ないです。だから自分らぐらいこう、うん、なんか結構それこそあれだもんね、マイナンバー預けてたりするもんね、はい、印鑑証書取ってきてくださいとか、はい、結構日常的にいろんなところで使うから、持ち歩いてたりね、たまに会社に置いてたりするもんっていうケースが結構増えたかなというふうに思います。このポーチあんまり見たことなくていいですよね。これもプラダ。でも珍しいよね、プラダにしては、ね、はい、これすごい。これも6年ぐらい使ってるのかな。で、領収書結構これ厄介なんだよね、本当に。毎月何百枚っていう領収書を貯めて、うん、あの生産に回すみたいなので、こうやってもうファイルごとに、会社ごとに分けてたり、あとプライベートなのとか、うん、島田さん几帳面ですよね、うん、やったりします。すごくマメです。領収書、前さ、領収書でさ、はい、全然余談なんですけど、宛名どうしますかって言って、あの、いや、ブランクでお願いしますって言ったら、ブランク様って書いての時もありました。どうなっちゃってるんでしょう。結構いろいろあるよね。上でって言ったら、上で様って書いてある。結構あのそういうの多いんだよね。で、あ、これですね。いやいや、その電卓だなと思いました、うん、これも電卓、うん、これあの、もともとファイナンシャルプランナーの試験受けてて、今2級まであるんですけど、で、まあ、使えないんだけどね。 FP 試験ってこれ使えないんですよ、この複雑なやつって。これってすごいのが、銀行員とかが使うやつで、住宅ローンの計算できたりとか、金利計算できたりとか
すごくない？高かったですよね。これね、結構いいやつなんですよ。8000円ぐらいする電卓だから結構重宝してて、まあ、でも、まあ、この辺の分が結構重要だったりするんだけどね、あんまり使う機会はないけど、結構うちが不動産業やってたりするから、その場でこう住宅ローンの返済額計算したりとか、こう例えば、例えばなんかこんな感じで、まあ、固定金利をして、じゃあ借り入れがいくらですかみたいな、7000万ですっつって、じゃあ金利率はみたいな、今 1% なんで大体 1.0% ですみたいな、で返済金率は、まあ、35年だよね、35年かける12はとか言って420で、そうすると、まあ、返済が毎月19万ぐらいですみたいなのが結構出るっていう、で総額は8299万、うん、7000万借りて8300万ぐらい返すっていうふうになるんで、まあ、これ借りるかどうかは別としてっていうのが、こう不動産やりながらパッと計算したりするときに使ったりします。名刺で USB ってなんだろう、あと表は結構マスクとか、マスクあんまつけないといけない、つけてくださいだからブラシとか、もうエチケット道具、充電器、うん、はい、こんな感じで入っています。名刺入れもだいぶ年季が入ってる。いやでもね、これ多分デザイン的に年季入ってるように見えるだけで、 あのベルルッティのベルルッティってなんか革製品だよね、これももらい物なんですけど、かっこいいですよね、うん、かっこいい、これこれも思い出あって、起業したって数年ぐらいした時に取引先の社長から、経営者になる、なんかもうまたボロい名刺で使ってたよ俺が。だから、いやそれだとお客さん引くから、さっきの話ボールペンの話じゃないけど、うん、ちゃんとしたものを使わないと失礼だよって言われて、しかもその時に、いや買いますって言おうと思ったんだけど、だからこれを使いなさいって言って、あ、それでももらったんですか、プレゼントしてくれた、社長さん本当にありがたい。であと USB は多分うちの会社使っちゃダメだよね、ダメです、本当はダメなんですけど個人で勝手に使ってるやつで、プライベート仕様で使ってるやつでいろんなデータをやってます。だ YouTube の原稿とか、こういう原稿とか、今日でもこれ原稿ないから普通に話してるだけなんですけど、あとはセキュリティよくなくすんですけど、いろんな会社行ってるんで、そこのピッピッと、ね、オフィスのやつを4枚ぐらい入れてますが、だいたいこんな感じで持ち歩いてますが、はい、結構少ないものかな、バッグのこのサイズからすると、うん、意外と少ないなって思いました。そうか、まあ、皆さんはどんな感じでバッグ整理してるでしょうか、まあ、経営者はやっぱりこうパソコンとあとスマホと必須かなと思うので、まあ、ぜひこうなんか自分の身につけてる、さっきの話僕もなんかすごい共感を教えてもらったら、やっぱさっき見たところで相手に応じて自分が身につけるものを変えるとか、自分が使うものによってこう相手に必要を与えてないかとか、まあ、そういうのをなんかこう考えていくっていうのは結構ヒントとしてあったんじゃないかなと思うので、ぜひ明日から皆さんもビジネスに生かしてもらえればなと思います。ということで今日はカバンの中身でした。じゃあ皆さんありがとうございます。 YouTube チャンネル登録お願いします。